まあでも本当一番は気持ちの強さかなっていう、この負けず嫌いだったりとか、試合中もやっぱ聞かされることももちろんあったし、まあ、試合中に骨が折れたりとかしたことも何度もあったんですけど、まあ、それでも勝てたっていうのはやっぱ気持ちの強さだと思うんで、そうですね、小さい頃からチャンピオンになることを夢に見てましたね。もともとずっとキックボクシングやりたくて、そうですね、小さい頃からすごいこう動くのが好きだったんで、一番最初は小学校2年生ぐらいの時に空手を始めて、まあ、高校入ったぐらいからこう遊びが楽しくなったりとか、友達と悪いことするのが楽しくなっちゃって、3ヶ月ぐらいで高校退学になって、ここ辞めました。やっと見つけたジムだったん で、初めて練習した時は格闘技のおかげですごいちゃんと下道に戻ってこれたなっていうのがありますね。その時タイに行った時のジムのチームメイトとかはみんなこう生活のために、同い年ぐらいの選手たちが、まあ、高校生で家族養ったりとかしながら戦ってる選手がいっぱいいて、格闘技の価値観がすごい変わって、命がけで生活をかけてやってる人たちの強さっていうのはやっぱすごい身に染みて感じたんで、まあ、僕も同じように格闘技に人生かけてやろうっていうふうに気持ちが変わって、まあ、こうチャンピオンになって自分にこう影響力がどん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 が大きくなるにつれて、まあ、僕はもともとその児童養護施設だったりとか恵まれない子どもたちの支援だったりとか、そういうのをずっとやってきたところがあったんで、それを そういう子どもたちに夢を持つチャンスを作ってあげることが、僕はこうやって格闘技で成功した後にこの後やっていかないといけないところかなというふうに思うし、僕は小さい頃に格闘技からすごいたくさんパワーもらったんで、僕も格闘技でたくさんの子どもたちにパワーを与えたいなというふうに思ってますね。